今日最後だから
なくても変でくる。いや、あの、違うんです。今から食べる、食べるして、これからっていう時でしたので、まあ、率直に大変残念な思いで、日々、運営をしております。そうですよね。皆さんもこう歩きながらいろいろと思い出をかみしめつつという感じじゃないかなと思います。さあ、ではここでですね、伏見店長と一緒にパセオの歴史を振り返りながら、いろいろ店長のお話をお伺いしていきたいと思います。はい、まずこの開業時のデザインのテーマですが、歩いて楽しいワンダーランドということ で、そうです。確かにそういうとこありますよね。はい、何か見つかるという、そうですね、つまり横に長くて、そういう特徴をよく捉えたテーマかなと思います。そうですよね。そしてパセオというのはスペイン語で散歩道という意味があるということで、まさに皆さんゆっくりね歩きながら素敵なお店も、見つけてみるんじゃないかなと思いますが、これは一般公募で愛称を公募したということで、その応募数すごいですね、8630通の応募の中からパセオに決定したという。そうですね、今日私初めてです知ったんですけど、実は店長もへーって感じ。
すごい数。当時の期待の高さがこれで分かるかなと思います、ね、そうですよね、はい、そしてパセオに決定して、1989年7月の14日にパセオ一時開業ということで、この時の店舗数は40ショップで、翌年の1990年11月24日に209ショップグランドオープンとなります。で、94年にパセオのポイントカードを導入。そしてこれ思い出深いという方、見たという方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。1998年水の広場からテレビの生中継がスタートします。はい、そうですね、はい、あのこれ私もですね、はい、あの一視聴者としてよく見てたんですけども、実は先月8月の上旬にあの UHB さんの方で、うん、あの粋な計らいということで、はい、復活企画を1日だけ変えさせていただきまして。そうなんですよね、はい、あの実はこれ私、つかみ取るやらせていただきまして、夢が叶ったということで、パセオでつかみ取るね、もう見てたっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、その復活バージョンでなんと店長が、はい、どうでした？もう非常に出たい番組でしたので、はい、もう信じられなかったんですが、はい、結果は惨敗でした。そう、やっぱやってみると難しい。そうですね、非常にコツがいる、難しいだったということですけどね。これで最高額の方にプレゼントという企画が水の広場ですね、で生中継されていたというのも懐かしい思い出ですよね。さあ、そして2000年に入りまして、パセオ10周年、パセオのホームページが開設されたのもこの年です。2003年は JR タワーが開業します。札幌ステラプレイスとパセオ地下1階2カ所が接続となります。もうここで結構この札幌駅の、ね、雰囲気っていうのも随分変わりましたよね。そうですね、ガラッと変わりました、うん、そして2011年パセオリニューアルオープンです。ここでちょっとあのロゴも、ね、リニューアルしてというところになりますが、一時リニューアルが4月29日、2時が9月10日、そして全面リニューアルオープンが11月12日ということですが、このリニューアルオープンももうかなり大変だったという話も聞きました。そうですね、あの私このちょっと直前ぐらいからパセオに関わらせていただいていまして、はい、この、 あの大きなスーパーリニューアルというタイトルでやったんですけども、あのショップの誘致をあのまあ、中心に仕事をしておりまして、まあ、一人でやったわけではないんですが、200店舗のうち100店舗を全部当時入れ替えたっていうような大きなあの大改装でして、まあ、それの仕事をやらせて、大きな仕事をやらせていただいたっていうので、あの非常にあの思い出深い仕事ですね。200店舗を、はい、100変えるってすごいですね。大変な仕事でした。でなんか9月10日の第2次リニューアルでは結構お客さんが大変いらっしゃる、はい、そうですね、あのもうちょっとパニックになるぐらいお客さん来る時がありまして、あの東側のイーストの地下のキャラクターショップができましてですね、はい、これがあの入店 の、 あの並び列が、はい、パセオ始まってオフィスとステラ、さらに通り越してアピアまで行ったっていうようなことがありまして、すごくないですか、アピアまでってね。もうそれがやはり一番思い出に残っております。あ、でも店長ちょっとねドキドキしますよね、この状況。そうですね、あの警察沙汰になるんじゃないかと思いましたけど、いや本当にね、はい、でもそのぐらいたくさんの方で賑わったという二次リニューアルが9月10日、そして全面リニューアルが11月12日という2011年、パセオリニューアルオープンもありました。そして2012年がリニューアルファーストアニバーサリー開催ということで、年間で190日以上イベントを開催、はい、これもまた大きな出来事ですね。そして2017年11月は25周年、2020年はパセオ30周年、そして32年の歴史に幕を閉じる京都ということになるんですけど、どうですか、改めてこの32年というのを伏見店長としては。そうですね、はい、あの私はまあそのうち11年間携わってるっていうぐらいなんですけども、やはりあのイベントをかなりやってきたっていうのもありますし、先ほど の、 あのつかみ取るもそうなんですけども、はい、あの25周年の時からですね、あの札幌市内の大学生とか専門学校生と協力するようなアートイベントをいっぱいやったりですね、でクリエイターズキャンプっていうイベントだったんですが、まあ、やっぱり非常にあの地元の方と一緒になってあの商業施設を盛り上げておこうっていうような、まあ、パセオのまあ、本来持つ基本的なコンセプトは、まあ、地元密着ということがありますので、はい、まあ、相性もですね、パセオという名前も一般の方が選んでくれた
いうことも含めまして、はい、まあ、パセオの皆さんとやっぱり地元の方と歩んできたんだなというふうに思っています。うん、そうですよね。なんか実際にこうそういうイベントに参加したりとか、お買い物に来たりとか、皆さんがこう参加する形のね、はい、なんか部分も大きかったかなという気がします。さあ、パセオの思い出、リスナーさんからもメッセージいただいてますので、はい、紹介させていただきます。ラジオネームみさおさんからいただきました。就職先が、パセオができた時、私は札幌にやってきました。就職先が札幌だったからです。寮に入り、毎日必死に仕事を覚えて、時代が時代だったし、修行の身ということで、ほぼ休みなし、お給料もなしという状態で働いていました。パセオができたことは知っていましたが、お金もないし、私には遠くにあるキラキラした場所のような感覚でした。でも就職して2年目に初めてほんのちょっぴり給料らしきものをいただいて、憧れのパセオに行きました。キラキラしていて、田舎者の私はときめきが止まらなかったな。そして本当に久しぶりに実家に帰るのに、初任給的なもので、母に何かを買いたかったけど、何せちょっぴりのお金しかないので、服屋さんでうろうろ、そこに店員さんが声をかけてくれました。私は正直に、今は洋服を買う余裕がないことも、でも母に何か買いたかったと伝えると、丁寧に母に良さそうな靴下を一緒に選んでくれました。嬉しかったな、母も喜んでくれて、あの時の店員さん、ありがとうございました。パセオありがとう、ということで。あ、嬉しいお話ですね。いただきました。泣かせにかかってる素晴らしいエピソード、ありがとうございます。ちょっとうるっときますよね。はい、そういう、こう自分の当時、私こうだったなみたいなのもね、振り返ることができる、そんな32年です。ガミガミ母ちゃんさんからいただきました。思い出は、一昨年亡くなった母と母の通院に付き添いで、JR で帰るときに必ず寄っていたカフェミラノですね。そこで私はパスタ、母はカフェオレを頼んでいたな。いろいろ母とたくさん話をしたなといただきました。ね、食の部分でも皆さん楽しんでいらっしゃる方多いですよね。そうですね。あの、パセオは飲食の非常にお客様が多いっていうのが特徴だったので、はい、そういう経験をお持ちの方いっぱいいらっしゃるんじゃないかと思います。本当そうですよね。そこでいろんな話をしてということです。まあ、その他ですね、鉄おじさんのチーズケーキ並びましたねっていう妖怪者さんからもいただいてますし、熊尾さんもそうですね。おそらくそこだと思いますけど、チーズケーキのお店毎週買いに行ってましたとか、ゆきんこさんはミニライブがパセオの水の広場であり、ラジオの中から飛び出して直接会うことができて嬉しかったですというような感想もいただいてますね。ということで、もうたくさん思い出は尽きないというぐらい、もう本当にたくさんのメッセージもいただいておりますので、またお時間見つけて紹介していきたいと思います。さあ、この後8時30分からここテルミヌス広場でグランドフィナーレセレモニーも行われます。ぜひ営業終了のその時まで一緒に見守ってください。伏見店長、では最後にリスナーの皆さんへメッセージをよろしくお願いいたします。はい、皆様にということで、はい、これまでパセオをご愛顧いただいた皆様ですね、またパセオを支えてくださいましたスタッフや関係者の皆様、これより感謝申し上げたいと思います。明るく、華やかな未来に向けまして、パセオは間もなく営業終了いたします。グランドオープンから32年という長い期間、本当にありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします。ということで、この時間は清水店長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。
たい日なのは。カラオケ行ってない？そうなの。カラオケ行ってない。見バレする。カナと歩いてるとこバレる。ああ、恥ずかしい。恥ずかしい。高校の時に関わってたことまだ関わりあんの？全くない。